今日の県内は前線の影響などで未明から激しい雨が降りました。御殿場市の国道では木が倒れ、一時交通規制が行われました。午前8時過ぎの静岡市葵区です。未明からかなり激しい雨が降っていて、現在も大粒の雨が降り続けています。前線や湿った空気の影響で県内では今日未明から雨が強まりました。降り始めから午後4時までの雨量は伊豆市天城山で 195.5 ミリ、藤枝市高根山で 129.5 ミリ、静岡空港で 126.5 ミリでした。未明から続いた雨や風で御殿場市では木が倒れ道路を塞ぎました。今日午前11時ごろ、御殿場市深沢の国道138号で通行人から木が倒れていて通れないと警察に通報がありました。警察などによりますと、倒れた木は高さおよそ10メートルで根元から折れていたということです。現場では一時片側交互通行の交通規制を実施しましたが、およそ2時間半後に倒木は撤去され、規制は解除されました。